今まで止めていること、あるいは今まで我慢していること、今まで何かの理由でこれはやってはいけないとかって抑えてきたこと、そこを一回見直しをしてみてください。どう実現するかを考えてみてください。こんにちは。願いかなえ観音チャンネルの高松です。今日は願望実現のお話をさせていただきたいと思います。願望実現をテーマにしたチャンネルということなんですけども、皆さんは、願望をお持ちですかということをまずちょっと質問というか問いかけをさせていただきたいと思います。まあ、願望を持っているとしたら、叶わない願望を持っているというのでは、まあ、その願望を持っていることで、まあ、納得しているというようなことで、それはちょっと違うんじゃないですかみたいな話題は今までもあったと思うんですけども、じゃあ願望ありませんっていうふうに言ってしまった場合、じゃあ何を目指してるんですかねという話にもなってしまいかねません。で、まず願望というか、まあ、なそうとしていること、ありたい姿、なりたい姿、ありたい姿、なそうとしていることを成し遂げようと思うこと、まあそういうものがまずあるかという前提についてお伺いしたいわけですね。自分はこうなりたいとかこうしたいということがありますかということです。で、それがただ単なる願望ということじゃなくて、それに向かって行動していますかということが、まあ2つ目の質問となるわけです。どうしたいですか、そしてどう行動してますかという、まあ、2つの質問ということになるんですけども、それがある人は、まあ、すでにそれに向かって動いているので、まあ、時間とともにそれが実現していくということなんでしょう。で、逆にそれがないという人は一体どこに向かって進んでるんでしょうかということになりかねません。どこにも向かって進んでないとしたらならば、今時間が流れるのに任せて生きているということになってしまうわけですね。もう死ぬのがあともうね、すごい年取ってあと死ぬだけですとかと思ってるんだったら、全て成し遂げましたということでもいいのかもしれないですけども、これからまだ人生をどんどん進めていこうと思うときに、何を目指していいのか分かりませんと言っていたら、願望実現も何もあったものではないということになりますよね。なので、まず自分が目指すものがあるのか、どこに向かっているのかということを確認していただくことが、第一義的にはとても重要になるというふうに思っています。まあ、今日はその目指しているというものに対して、まあ、ある人もいるし、ない人もいるかもしれないという、まあ、そういう中で、今日進めたいお話というのは、今止めていることがありますかということをもう聞きたいと思うんですね。例えば私、4月に電子ピアノを買ってピアノの練習を始めました。まあ、2ヶ月1曲目指してみたいなことを一応始めたんですけども、やりたいなと思っていた。それはね、4、5年前からピアノやりたいなと思っていた。でも実際ピアノ買ってやるということに動いたのは今年なんですね。で、やりたいと思っていても結局やらないわけですよね。ピアノの件もやりたいと思ってても結局やらないし、じゃあ暇になってからやろうと思ってたって結局やらないですよね。だからやろうと本当に思えばいいだけの話なわけですね。やろうと思ったら、まあ、グランドピアノとかね、さすがにね、買えませんけど、その何百分の1の電子ピアノからスタートしたわけですけども、やろうと思ったら具体的に行動すればいいわけですよね。電子ピアノを買って楽譜を買ってきて、それを練習するとすればいいわけですよね。したら、まあ、できるにせよできないにせよ結果は出るわけですよね。だからまずやろうと思うということが大事で、やろうと思ったら始めるということが大事で、始めたら結果を出すということが大事、できてもできなくても結果を出すということが大事ということですよね。で、それはずっとやりたいなと思ってたけれども、やらなかったことを今やり始めたということですね。で、そういうふうにやりたいなと思ってたことでやってないものないですか？あるいは今はまだ止めておこうと思ってることないですか？例えば旅行が好きな人がいたとして、旅行行きたいけれども、まあ今ちょっとコロナもあったし、もうしばらく行かないよねって思ってるうちに行かなくなっちゃったということが仮にあったとしてね、今だったらまあ海外旅行も行こうと思えば行けるわけですけど、なかなか足が
もう海外に向かわないみたいなことがあるかもしれませんね。で、そういうこともそうなんですけども、今止めていることがありますか、あるいは止まったままのものがありますかということを振り返ってみてほしいと思うんです。そして止めていることがあったら、それをやってみたらどうですか、あるいは再開したらどうですかということを言われたんですね。で、今日の メッセージ的な部分もあるんですけど、今まで止めていたことが、あるいは封印したこと、これはやらないでおこうみたいなね封印したことがもしあるのでしたら、それを一回見直してみませんかということを言われたわけですね。で、なぜそれをやらないでいたんでしょうか、あるいは止めていたんでしょうか、何か止めておく理由がありましたか。周りから反対されたとか、家族が理解してくれないとか、あるいはこれは、やっぱり考え方として間違っているとか、ね、厳格な家で育ったからこういうことに取り組んじゃいけないみたいなことを、ね、教えられていたとか、いろいろあるかもしれません。あるいは、まあ、そうじゃないことの方に、もっと向いていかなきゃいけないみたいなことで、そちら側のプレッシャーがあまりにも多くて、自分がやりたいことを置いておいたのかもしれない。本当は音楽好きでギターとか弾きたいんだけど弾かないで、いたとか、先ほどのピアノ本当は弾きたいんだけどもう全然タッチもしてないみたいな、いうようなことでやってこなかったこととかないですか。本当は絵が好きなんだけども描いてなかったとか、そういうことないですか。文章書くのが好きで本当は小説家になりたかったんだけど、まあね、そんなことを夢を語っても仕方ないんだよね、普通に会社にやってますとかいう人いないですか、いう話なわけですよね。それ やらないでいる理由、あるいは止めている理由、やらなかった理由というのがありますかということを一回振り返ってみてください。そしてその理由に対して、本当にこれからもその理由でやらないでいますかということを考え直してみてくださいということなわけです。自分が興味を持ったり憧れていたことがあったんじゃないですか、それをやらないで止めていた理由があるんじゃないですか、ね、じゃあやらないでいて自分が向いていることとか願っていることとかやりたいことをやらないでいて、何を達成するんでしょうかという話なわけですね。世の中の役に立つ仕事をすればそれで満足ですということなんでしょうかということですね。何が幸せのポイントになるんでしょうか。自分が向いているもの、自分がやりたいことに向かってそれを実現していくということが自分を表現することであり、自己実現ということになっていくわけですよね。だからここでもう一回振り返って考えてみてください。自分はどうしたかったんですか、どうなりたかったんですか。もしその時に思いとどまった、あるいはやらないでいった、あるいは我慢したものがあったとしたら、今もう一度見直す時じゃないでしょうか。あるいは今までがその下積みであったりとか修行であったり、自分の魂のレベルを上げるためのね、まあ、修行的な期間であったかもしれないけれども、まあ、それを一回通過した今の時点で、これから自分が本当にやっていこうとすることは何だったんだろうかということを思い出してみてください。子供の頃の話かもしれないし、学生時代の話かもしれないし、社会人になってから思ったことかもしれないけれども、本当にやりたかったことは何だったんですかということを思い出してみてください。それがもしあって、それが取り残されたままであったとしたならば、やはり不完全な自分の気持ちになるわけですよね。達成感が、得られないでいるということになるわけですよね。だから満足のいく人生にはならないということを言っています。思い出してください。自分を何をもって表現をしようとしたんですか、ね、楽器の演奏なのか、絵を描くことなのか、ね、字を描くことなのか、あるいは歌を歌うことなのか、ね、思い出してみてくださいと。どういう形であろうが、どういう方法であろうが、自分を表現していくことが創造につながっていくんですよと、ね、そういうことを考えてみてください。そして今はそれができる土台が随分とできてきたということになります。発表する場があります。そしてツールがあります。で、いろんな便利な機能や AI だとかパソコンだとかスマホだとか、そういうふうに使えるツールもたくさんあります。やろうと思ったら、実は明日からでもすぐできることってたくさんあるんです。やらないでいるだけなんですね。やろうと思えばすぐできるわけです。
海外旅行が好きだったら、パスポートまだ有効期限内であればちょちょっと手配すればすぐ行けちゃうわけですよね。映像を作るとか絵を作るとかいうことだってツールを使えば簡単にできるわけですよね。音声だけだったらもうすぐに録音すればできるわけですよね。発表する場はいくらでもあるじゃないですか。そういうことをまず思ってみたらいいんじゃないでしょうか。今まで決められてきたこと、制約されてきたこと、その枠を一回外してみたらどうですか。そこには何がしかの価値観だとか何がしかの教えだとかそういうものに縛られていたかもしれませんけども、そういうものも一回外してみてください。自分はどういう存在だったんですか。自分はどうしたら光り輝く存在になれるんですか。そういうことを思い出してみてください。自分を束縛しているその鎖一回外してみてください。これから自由に生きていくということを考えてみたときに、どちらの方向に向かっていったらいいのかということを考えてみてください。実はもっともっと伸ばせる部分があったんじゃないですか。今抑えてきたものが開かれたときにもっともっと輝ける自分になるんじゃないですかということを考えてみてくださいということですね。願望実現という話をするんですけども、まさにそこのところなわけですね。なんか単純に有名になりたいとか単純にお金儲けになりたいとかそういうレベルの話じゃなくて、自己を表現していく、自己を実現していくということ、その実現すべき目標というものを持って生まれているわけです。それを抑えていたらやっぱり不完全であるし、心の満足は得られないということになるわけですね。こうあるべき、こうすべきというものを一回外してみて、自分はどうなりたかったのか、どうしたいのかというところにフォーカスをしてみて、そしてそれができる道があるんだったら、それは迷わずその通りに進んでいったらいいんじゃないでしょうかということが、今日、願望実現に関する、メッセージとしていただいた内容です。人それぞれ持っているものが違います。それを表していくだけでも全然違うところに進んでいけるんだということを知ってくださいということですね。はい。なので、今日の願望実現に関する話題は、今まで止めていること、あるいは今まで我慢していること、今まで何かの理由でこれはやってはいけないとかって抑えてきたこと、そういうものがもしあるんだったら、そこを一回見直しをしてみてください。そしてそれが見直された時にどう実現するかを考えてみてくださいということです。願望実現の基本は、まずこうありたい、こうしたいと思うこと、そしてそれに向かって行動すること、この2つが柱なわけですね。それを今まで止めていたことの中にないのかということを見直してみられたらどうでしょうかというのが今日のお話です。以上です。ありがとうございました。